皆さんこんにちは、今回はこのストローを使って飲み物を口元に運ぼうとするときですね。このときに腕がぐーっと力が入ってしまって肩が上がったり脇が開いてしまう、そういったお悩みの方に対する動画となっております。どのようなところに気をつければこのストローを口に運ぶときですね、肩が上がったりとか脇が開かないのか、そこについてお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。はい、それでは内容に入りたいと思います。ではまず最初にですね、今回私は左側をマヒナル法として説明していきますのでよろしくお願いいたします。このストローを口に運ぼうとした時にうーっと力が入ってしまう、そこの原因がどこにあるのか、そこからまず、確かめていきたいと思います。皆さんこう両手で持っていただいてストローを口元に運ぼうとした時、ぐーっと力が入ってくる感じがあると思うんですけども、この時体の左側はどこを動かして口元に運ぼうとしますか？さあ、この力が入っている肩が動いている感じがあると思うんですね。上がったりとか脇が開いたりとかですね。ただですね、いい方の手だけで一度口元に運ぶ動きをやってみましょう。するといかがでしょうか皆さん。いい方では肩は使わずに肘を使っていることがわかると思います。そうなんです。ですので実はこのぐーっと力が入ってしまう原因の一つとして考えられるのは、うまく肘を感じることができていない、そういったことが考えられるんですね。どのような肘を意識したらいいのか、そちらについて、ご説明していきたいと思います。皆さんもう一度ですね、いい方の肘を動かしながら口元にストローを持っていってみてください。この時に肘のシワの部分が寄っていく感じとか、お肉がこうプニーッとくっついてくる感じ、わかりませんか？はい、このいい方の肘で今確かめていただいたシワが寄ってくる感じ、お肉がプニーッと近づいてくる感じ、これを麻痺のある方の肘でも意識してみてください。ではゆっくりいきますよ。肘のシワが寄ってくる感じやお肉がプニーッとくっついてくるのを確認しながらストローを口元に運んでみましょう。すると皆さんいかがでしょうか。先ほどはぐーっと肩が上がったり脇が開いているような持ち上げ方をしていたのが、肘をしっかり意識してあげると肩が上がらずにぐーっとならずに楽に口元まで運ぶことができると思います。ですのでストローで飲もうという時には肩をぐっと力を入れるのではなく肘を意識してあげるのがポイントになります。今回はコップにストローを入れて、説明していますが、ペットボトルのところにストローを挿して飲む時でも同じですので、やりやすい持ちやすいものを使って練習をしてみてください。今回は以上になります。ありがとうございました。リハビリを頑張りたいけど体の変化が実感できない人に向けた朗報です。変化が実感しやすい自主練が自宅でできる一人でリハを今なら無料で体験できます。詳しくは概要欄をご覧ください。頑張っても成果が出ないのは頑張り方を間違えているから、正しいリハビリで成果を実感しませんか？